今日はですね、冷却水の補充ですね。交換とかはしてません。補充だけです。でね、しばらくね、冷却水見てなかったような気がして、ちょっと気になってね、見たらやっぱり減ってましたね。で、これ今ね、蓋取って、蓋がね、綺麗だったら、外から冷却水の量がね、見れるのかなと思ったんですけど、まあ、ちゃんと入ってればね、見えるのかもしれないんですけど、私のは、レベルのね、下側までもう減ってました。で、表からね、見ても、今のね、蓋ついた状態で見てもね、全然わかんなかったんですよ。で、まあね、当然ね、下の方まで行っちゃってるんで、入っててもね、見えない状態でしたね。で、動画の後半の方で今のね、蓋を止めてたクリップのね、ちょっとね、アップで動きっていうかね、見せてますので、もしよかったらそちらも見てください。すごいね、便利なクリップですよね、あれね。でもうね、ここ今、アッパーとロアのね、線の間に全然ないんですよ。もう下の方まで行っちゃってて。で、まあでも、多分大丈夫だったんだろうなとは思います。で、入れてみたら、まあそこそこね、入りましたね。で、これ前回入れたやつと同じやつですね。これ原液で使えるタイプなので、そのまま入れます。で、私のはもう4万キロ超えてるんですね。でね、今見せようと思ってたらこぼしてしまいました。で、そんなにでもね、補充はしたことはないですね。前に1回入れたのは覚えてます。まあそれでね、これを買ったんで覚えてるんですけど、そんなね、毎年のようにこう継ぎ足さなきゃいけないっていうような状況ではなかったような気がしますね。まあ普通の人はね、そんな距離も乗らないし、そんなね、減るようなこともそんなにないのかと思うんですけど、一応ね、冷却水なかったらね、ほんとやばいんで見といた方がいいかなと思います。で、今日からね、ゴールデンウィーク始まって10連休なのでね、ちょっとね、いろいろ PCX のね、整備していこうかなと思ってます。で、これ今、上の線よりもね、ちょっと下ですけど、まあ、これくらい入れておきました。で、とりあえずオイル交換と、できたら、ギア系のね、ギア系っていうか、駆動系のね、ベルトとか、その辺をね、ちょっと見るのにちょっとバラしたいのと、それでできればフロントのね、サスペンションのオイル交換、そこもね、ちょっとやりたいと思ってます。あとね、やるのすっかり忘れてたギアオイル、前に変えてからね、ちょっとすぐに数百キロかね、1000キロぐらい走ってすぐに見ようなんて思ってたんですけど、その後すっかり忘れてて、まだ見てないのでね、ちょっと見たいなと思ってます。その動画もアップしますので、もしよかったら見てください。で、これね、撮るときはね、上のところを押し込んで抜けるんですね。で、今度はめるときは逆にね、今へこんでるところ、今出てますね。あそこを出した状態にすると、すごくね、細くなって、で、押し込むと、穴に入れてからね、頭を押し込むと、先っちょ広がるんですよね。これすごく便利ですよね。外しやすいしね、入れやすいんで。これも買ったらね、高いんですかね。ちょっとパーツリストで値段見てみようかなと思います。で、今回ね、いろいろちょっとね、PCX のパーツ頼もうかなと思いますので、その辺のね、値段のご報告なんかもまたさせていただきたいと思います。距離が2万、あ、じゃあ4万2150。はい。どうも、見ていただいて。
ありがとうございました。